おはようございます。おはようございます。なんだ、えらいことが起きたな。えらいこと、えらいことだぞ。俺がこんなとこにおるから。意味わからん。俺がこんなとこにおるから。何、横浜グムがなくなるの？横浜グムがなくなるって、シールの職人さんに脅されたら、商社に聞いたらなくならんかったです。あ、そうなの。いや、シーリングの職人さんだったら知っとると思うんですけど、ある某メーカーより横浜ゴムの方がいいんだよな、材料が。回収には向いてるんだよな。建築業界では、もうほんとスカイツリーとか、名古屋だったらツインタワーとか、まあ、アベノハルカスとか都庁とか、もういろんな大きい現場に使われてるのが横浜ゴムさん、おお、家族話してすごいわ、企画力ある。企画本当にアベノハルカス、スカイツリーね、繰り返しになっちゃうね、まああれだよね、なんか本当に土地を、一つはなんか効果不良みたいな他のやつが起こすって変えたじゃん。ちょっと安いやつあったじゃん。うちが油性使ってるから塗料、あんま相性が良くないかもってなって、そうか、油性だね。水性だとまだいいけど、油性だと、そう、油性の塗料、上塗り剤との相性があんま良くなくて、タックが出たりする現場があったりしたんで、タックっていうのは何ですか？ベタベタ。あ、こうやって触った時にベタってするじゃん、俺の今キーボードのゴムのとこタックが出てるな、あれな。そうですね、なんかもう手から変な成分が出てる。違う、なんかベタベタさ、で、拭いたら社長から出たでしょ。拭いたらもっとひどくなってるな。あれもゴムの劣化だよな。だと思います。ちなみに横浜ゴムは何、潰れるの？潰れない。実際に会社名が変わるっていうオチでした。今は横浜ゴム MB ジャパン株式会社っていうこの法人名なんですけど、これがなんかダイフレックスとかも一緒になってるシーカグループっていうのがあるらしくて、さっき聞いたばっかなんですけど、調べたんだ。あ、卸屋さんに聞いて、そこ、ね、急遽動画にしようぜってなったんだ。で、なんかシーカ、ハマタイト株式会社になるらしいです、横浜ゴムがハマタイトっていうシリーズでシーリングのこの、ブランドがあって、シーカハマタイト株式会社にもうすぐなるらしいです、あ、もう社名も変わるんだ、全部。はい、なんでも材料とかあと倉庫とかは変わんないらしいです、その会社の。本当に。どういうこと、どういうこと。なんで横浜ゴム、ラベルは全部変わんないってこと？あ、この多分デザインとか社名だけ変わるんですけど、材料の成分とか作ってる材料の工場とかは何も変わんないらしいです、まるっと委託なんで。そういうことね。本当に法人名だけ変わるらしい。社名だけ、あの、まあ、組織体が変わるみたいな感じか。はい、技術とかもそのまま移行するらしいんで、なんで横浜ゴムの中のシーリング事業が、まあ、別会社でなったって感じです、あ、そういうことな。シーカ、ハマタイト、シーカ、ハマタイト株式会社だっけな、どっち？シーカ、ハマタイト。さっき言ったじゃん、なんか、ダイフレックス、ダイフレックスの高いやつ、ダイフレックスは、この横浜ゴムの編成とあんま変わんないですね。2液の、なんかネオウレタンって言って、あ、ネオウレタン、あ、あれじゃなくて、なんかオートンに対抗して作ってるんですけど、なんかオートンって俺よく最近あいみつとかでさ、社員から聞くけど、あれって本当にいいの？なんでうちはオートンの方が良かったら、オートン使えじゃん。1液しかないんで、オートンが。あ、まず、うん、シーリングってこれ2液なんですよね、これが取材で、でこっちが硬化 剤、でもう攪拌機今現場に持ってってないんですけど、西洋の攪拌機に乗せて、これ混ぜて使うんですよね、混ぜて使うタイプ、はい、写真、それが2液だよな。2液、うちはこの2液タイプを使うんでしょ。はい、で、オートンは1液しかないんですよ、まあ、一般的な1液って、カートリッジ式、これも1液だよね、はい、これ先端がまた別でつくけど、オートンはでも、あ、丸カンで1液もあるだろ。あ、はい、丸カンもあります、でも1液なんです、結果、あ、そういうことな、はい、このカートリッジっていうのは、まあ、まず俺1個言わせてもらうと、これも絶対ダメなんだわ。これを塗装屋さんがやってたら一般の方聞いてほしいけど、これって何がダメって、これ1本めちゃくちゃ高いの、320しか入ってないの。なんだよ、これが5メートルぐらいしか打てなかったんですよね、確か。これどんだけ入ってる？4リットルじゃなかったですか。4リットルってことは、これ12本か13本ぐらいなんて低いってことだよな。何メートル、40メートルぐらい打てるんだっけな、確か。で、これ1本だって結構するでしょ、700円か800円ぐらいするでしょ。あ、ホームセンターで買ったら900円ぐらいする、1000円ぐらいする。あ、まあ、ホームセンターは、ね、はい、結局こっちってそんなしないの、半分以下、3分の1以下、ね、しかも、これってガンでこうやってつけて、こうやってこう、おもちゃみたいなやつやん、ないかな、んかプロ用のガンはこれ、あ、そっか、一液のガンは全然違う、
でこれ一部のガンちょっと車にあるけど、あ、いいよいいよ、はい、これだけ違う、そりゃスピード違うよね、うん、この2液でガン吸い上げてやるとヘラで鳴らしてはみ出たやつをまたヘラで、無駄がないようにやりますもんね、とにかく無駄がない、まあ、この中に戻してその液をな、でまた打つから、でうちはそれだから2液タイプを使うんだ、まあそのロスが少ないっていうのと、ロスはでも1液でも丸くなったらいけるよな、うん、でも一番は硬化の仕方が違いますね、うん、おいいこと言った硬化固まる言い方が違くって、うん、半端ないよこいつの知識はそれ普通のことなんですけど、塗装専門店、うん、やっぱ8年7年目、7年目の営業のレベルが違うよ、ここにこう1成分系と2成分系ってあるじゃないですか、うん、1液2液ってことで、うんうんうん、取材と硬化剤が一緒になってるのが1成分型で、うん、まあ、要は1液で、うん、取材と硬化剤別々になってるのが2成分系2液型、うんうん、ここに湿気硬化型反応硬化型って書いてあるの分かります、うん、湿気硬化型っていうのはあの自然乾燥みたいな感じです、うん、湿気硬化型っていうのはだってもう塗ったら普通のペンキって絵の具って乾くじゃん、はい、そして湿気硬化型ってことだよね、まあ、表面から湿気硬化型っていうんだ、表面から乾いていく、そういうことだね、うん、で反応硬化型は化学反応で固まっていく、うんうん、そこが違う、自然乾燥か化学反応で固まるかみたいな、うん、なんで化学反応の方がいいんですか、なんでかっていうと取材と硬化剤の分子と分子が結合が、うん、全体が一緒に行われるからです、ああああ、なんで全体が一緒に行われた方がいいんですか、あとシーリングってこの前の動画で、うん、厚みつければつけるほど耐久が出るって言ったんですけど、はいはいはい、目地とか、うん、こう撤去して、うん、外壁のジョイントのシーリングとか撤去して、うん、奥行きあるじゃないですか、うんうん、もし一液でやってると表面が先に乾くんで、うん、深層部向こう側の方が乾いてるか分かんないんですよね、うん、そうだよね、そこで回収工事ってまた日数取れないから、そう余計だよね、で新築ってあるじゃん、シールってもう塗料の乗らないもんね、そう新築のサイリングのお家はガラついたサイリングバンバンバンって貼った後に最後にシーリング打つから、はい、それこそオートンとか1成分系で全然いいんですけど、うん、結局新築ってゴムが売ってあって上に塗料乗ってないじゃん、はい、そう剥き出しでいいんだよ、うん、見たことある普通の一般住宅とかさ、はい、でシーリングって、でも回収の時ってあのシールをやってその後に塗料を乗せるのは、うん、そう、そっちの方が持ちがいいからね、絶対的に、そう、2液はどういいのっていうと、とその全体が何か同時に均一的に固まるんで、均一に固まるんだよね、うん、もう中も外も同時に全部固まるんだよ、ね、うん、そうなんで表面差あってもちゃんとそのイコール深層部も乾いてるって分かるんで、うん、品質管理がちゃんとできるっていうのが一番のメリット、うんうんうん、最近コメント欄でも今一液だとか大手も一液だとか言うじゃん、うん、でなんで一液使ってるんだろうね、まあ新築の業者かもしれないですし、うんうん、そのあとは長持ち耐久年数は15から20って、うん、歌ってるんですよ、あ、オートンね、オートンが、うんうん、でも実績ないし、うん、あと JIS の規格がちゃんと通ってるかが謎、うん、なんか相当みたいに書いてあるんですよ ね、 10、30、相当とか、うん、で、大手は1機使ったりオートン使ったりするよね、そうで、そう、なんか10、30とか8020とか、うん、これ相当ってついてたりついてなかったりするんですけど、うんうんうん、なんかオートンは相当って書いてあるから、うん、分かんないんですよね、本当に15人、あ、これぐらいのあれがあるだろうって企画があるよって歌ってるだけで許可は取ってないわけだ多分正式にね、そうって言われてます、あ、で俺も一個俺の意見は、うん、その俺はもう単純にあの今本当にあいみつで塗装屋さんがオートン出すんだわ、うん、だけどうちより安いんだわ、うん、ありえないもんだな、うちは自社でこうやって材料も自分のところで仕入れてるから、うん、だけどなんで出してるかって言ったらなんか見積もりの時にいい風に見せたいじゃん、長持ちだからね、うん、銀よりも金みたいな、はい、うん、で長持ちしますよって書いてありますよって上から俺は塗料のせるじゃん、めっちゃそこが大事なんですよね、必要あるオートンが15から20年本当に持つならってことですか、うん、でもオートン打つ会社は後打ちしてますね、うん、最近は、あ、そういうこと、そうで私がポイントになるのは、うん、じゃあ編成がシーリングかぶせなくて10年持つし、うん、都庁とか、うんうん、スカイツリーとかツインタワーとか、うんうん、もう大きいゼネコンが入る現場で2液のこの編成が実際に使われとって、うんうん、でもオートは一切そういうの使われてないし、ね、まず、うん、で
まあ、編成の上にさらに塗膜乗せるとも、シーリングの上に塗膜で酸素を保護すると、うん、より耐久性が伸びる。まあ、それは劣化しよね。そう、うん、紫外線浴びないから。こういう段ボールでも何でもこうやって日陰抜いといたら痛まんけど、外置いたらだってこんな石かもしれんし、ボロボロになるし、うん、だからシーリングって外に当たってるから痛むんだよね。そう、紫外線で劣化するんで、うん、で塗膜でかぶせると塗膜分持ちますよって、塗膜が生きてる限りはシーリング痛みません。痛まない。なんでウレタンでもまあむしろ十分塗装するなら。そういうことやね。そうで、まあ、編成よりウレタンの方が塗料との相性がいいって言われてるんで、うん、でさ、なんか戸建てでさ、よく建て売りとかで昔の家って道が狭いってさ、ボロボロになってるとこあるじゃん、はい、オートンって俺思うんだけど、15年その紫外線に持つだけで密着ってプライマーの問題じゃん。あ、だからそこは関係ないんだよね。みんな勘違いしちゃうんだけど。確かに、うん、でなんで痛みますかって言ったら、あの密着がいかないでガーッと取れてっていうのに、そこってプライマーの問題なんだ。密着力じゃないんだよね。密着がオートの方がレベルが高いですよって言ってるわけじゃないから、うん、あの紫外線効果、あの塗料の効果で紫外線持つからフッ素は持つわけじゃん、うん、だけど下塗りいるわけじゃん、うん、フッ素の方が密着が強いから長持ちですよじゃないもんね、うんうんうん、だからオートでも密着は関係ないんだから。まあ、確かにプライマー切れる問題は、うん、今ちょっと晴天の霹靂っていうか、そう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 、確かにって今思いました。いつも私はオートンか、このうちがなんでオートンじゃなくてこっち使うかの説明は、うんうん、塗膜乗せた方が持つから2液使った方がいいって、うんうんうん、1液だとその乾燥の問題で、うん、塗装で蓋仕様にも乾いてるかどうか分かんないから後打ち選択になって、うん、そう本当にそう、そうでこれ本当にこれ難しい話だけど、中が固まってないと、うん、なんかあの硬化不良を起こして、 なんか何だろうな、あれブリードっていうんだったっけ、あブリードとかなんか出てきて、うん、塗料がグニグニグニってなって真っ黒になってくるんだよな、あれ、うん、そういうのも起きたりとかいろんな問題が起こるもんで、俺はもう絶対に液がいいと思ってる。それは会社によって考え方が違うから、そうです、ね、一液は全部ダメとも言わんし、ただ俺はなんで一液使うって言ったら、会社側が管理がしやすいんだなと思って。品質管理がちゃんとできますね、二液の方が。さすがだね、あんた。うちの営業マンは営業マンじゃないでね、マジで本当ただ喋るだけじゃなくて本当にこの知識が半端ねえからやるね、うん、いやでもプライマーがオートで持たないんじゃないっていうのは確かにって思いました。そうだね、結局は下塗り剤の問題じゃん。そうです、ね、密着って。確かに。だからこれがまあプライマーだけど、これ塗るんだわ、ビャーって、うん、だから結局こいつの問題だもんね、密着は。だから ゴムじゃん、輪ゴムをつけとるみたいなもんじゃん、太い輪ゴムを、うん、新築とかは特にプライマーすら入れてないとか。あ、マジ？これなんか地味に一家なんか何千、そうそう、千円高いんです。そう、千高いんです。で薄めたりとか、そもそもプライマー入れてなかったりするから、この目地の際が離れちゃったりと か、 なんか新築で結構離れてるとかあるよね。すぐそう、あれプライマーが、お客さんはあそこナイーブになってるよね。うん、でそこをちゃんと視聴者の一般の方に伝えて、シーリング耐久はプライマーと撤去と、うん、2液、うん、ここがポイントだと思います。あ、そうだね。あ、もう一個伝えてほしいことある。何でしょう。じゃあうちさ、まあ、どんだけ言ってもオートンがいいとか言って本当に言っちゃうお客さんおるじゃん。、はい、失敗して、はい、俺は失敗してると思ってるんだけど、だけどじゃあうちって5年とか6年とかでシーリング切れたらどうしてますか。逮捕してます。全部やってる。全部やってるの。逮捕してます。だからもう失敗しなくていいんだよ、全部やり直してるんだから。本当まあまあやってるよね。でしかもうちは職人がおるから、まあ言い方はいいけど、外人さん頼むとじゃあ何枚もかかるけど、常用でやってます。うん、常用でやってるね、はい。自社の職人がおるから、はい、まあいた帰りとかにやってもらったりだとか、はい、そういうことで、足場も自分のところで組めるから、はい、帰りにちょっと組んで、ね、一面だけやり直しとかやっぱあるよね。ありますね。うん、やっぱ年間毎年700棟以上やっとるんで、うん、もう何千件なんですよ本当に。うん、まあそうです。施工度数、うん、出てきますし、夜切れてくるのも。絶対出てくるの。やっぱプライマーとかも塗ってても。うん、家が揺れるとか、道路にさ、1号線とか通りに激しいとか、うん、橋が近いとかだと本当にすぐ切れたりするの。3階建て ADC なんかよくある、窓周りから見れたとか、うん、ありますね。それって地域の状況とかいろいろあるもんね。あれは本当にアフターはちゃんと対応してるんで、うん、また今日も宣伝っぽいいい話しちゃったな。20分だけ時間ちょうだいって言って、もう40分。マジで？ちょっと見積もり作らんな感じで行きます。はい、今日は捕まったわ。新聞の話でちょっとね、そこ来ておちゃこさんにお手伝いしてもらって、まあちょっといい話になったと思います。あの一般の方もなったかな。まあこれはでもあくまでも俺らの意見だから、まあ別によそがどういうふうに言われるかもわからんし、だから俺らだけが正解でもないと思うけど、俺らはそういう考えで今仕事に取り組んで、それが俺らも正解だと思って一生懸命
やっぱ信じてやってるから、うんうんね、それをどう判断するかは、まあね、聞き手の判断力、自分の、ね、決断力だと思いますので、ぜひその辺もよろしくお願いいたします。せーの、あ、その前に大劇場のマッチングがもう一般公開してますんで、はい、まあうちみたいないい会社って言ったら失礼だけど、まあうちみたいな塗装会社も含め全国の塗装会社さんが今400何十社って今掲載されてますんで、ぜひ登録して、やっぱさ、いい会社さんね、3人4人でやってるいいところが、うん、もっとお客さんと職人さんが近づいて中間マージンっていうのが俺は減ってくれば、うん、塗装って安くなると思うんだよね、うん、まだまだまだ大きいところってもう3時4時5時ってあるとかさ、もう当たり前の世界だから。なるほど。建設業っていい職にすくい上げたいですよね。そうそうそう、本当にそう。でお客さんも得じゃん、うん、お互いに得じゃん、うんうん、そうなっていけばなと思って作って、まだ本当に有料化もしてないし、で有料化ある程度しようと思ってますけど、それはまあ金かかってるからね、はい、だけど今業界的に 20%30% っていうマッチングの世界にね、本当に YouTube を通してやることで本当に数パーセントでやれるようなものを作りたいなと思ってますので、ぜひ登録して。数パーセント、まあ3から5パーセントぐらいかな。あ、数、あ、数パーセントか。あ、数パーセント銭湯だと思った。数パーセント、まあ経費によるけど。キャナルリゾートかと思った。まず無料化したもんね。数パーセント、もういいかな、その話。すいません。はい、そういうことです、はい、よろしくお願いします。せーの、また見てね。あ、こうか。いや、こうじゃない。